こと大野ゆう子です。こんばんは、おすずこと鈴代さゆみです。おすず、はい、ラジオボイスケープなんと最終回がスタートしました。始まったばっかだけの嘘だいぶやってますけど、そうですね、やらせていただいておりますけれども、はい、こちらの番組はボイスケープという新プロジェクトを盛り上げていくための番組であり、はい、週明け月曜のうつうつとした気持ちを吹き飛ばすためにお届けするボイスバラエティラジオでもあります。はい、はい、ということで最終回なんですけれども今日はね、うんうん、なんとユッキーも2人来てくれたということで。そうなんです、ユッキー、ユッキーまあね、ちょっとね、今日はこのユッキーちゃんたちに、はい、ユッキーズに、ユッキーズにね、あのユッキーを担っていただきましてすごいですね、最終回にして4人に、ね、そうだよ、初めての4人ですから、ね、もしかしたらね、そう、なんかどっかからユッキーが現れることはないのですけれどもはい、まあね、でもね、うん、最後ですけれども、はい、なんかまあボイスケープらしい感じで、ね、そうですね、楽しくやっていきましょう、やっていきましょう、お便りもいっぱい届いてるみたいなので、ね、楽しみです、うんうん、よろしくお願いします。行きましょう。ではではでは早速参りましょう、うん、ラジオボイスケープ最後までお付き合いよろしくお願いします。ボイスケープでは早速メールご紹介していきましょう。お願いします、ね、いっぱいいただいてるので読んでいきたいと思います、ね、ありがとうございます。ではまだはてネームななさんからいただきました、ありがとうございま す。パーソナリティの皆さんこんばんは。こんばんは、こんばんは、ラジオボイスケープがもうすぐ最終回と聞いて今まで勇気が出せずにメールを送れなかったのですが、今回他のトークテーマのお便りとともに送らせていただきました。嬉しい、嬉しい、パーソナリティの皆さんが送るラジオにすごく癒しと元気をいただいていたので最終回なことはとても寂しいです、うんうん、普通歌のお話やリスナーさんのこだわりや苦手がわかる、わからなかったり、わからなかったりなんか2回言ってる残念な出来事だけどまだ世界の果てじゃないで乗り越えられる、うん、きっとかすり傷、そしてパーソナリティの皆さんの知らなかったことやいろいろなお話を知れた日常系クエスチョンなどなど、素敵なトークコーナーで聞いていてとても楽しかったです。1月からラジオを聞いていて毎回楽しくて、ラジオ終わりの一言ボイスに特に癒され元気をいただいておりました。毎回癒しをありがとうございました。皆さんは私の大好きな憧れのレディオスターですPS 夜分遅くに長文メール失礼しました、今後もアーカイブ等で楽しみますということで、どうする、いや1月からってことは本当に初回の頃から追って聞いてくださってるっていうことで、いやもうこのお便りに全てのコーナーとかも聞いてたよっていうのが詰まってて、すごいもう愛を感じました。ん、あ、愛を感じました大事なとこなんでそこあの愛をちょっと違う、最近耳がね、私の最近違うあの滑舌がねなごめんごめんごめん、いやじゃあなんか今は何か愛をすごく感じましたねはい、愛を感じとっても嬉しい、癒されてくれてたんですね、最後の一言、ね、ボイスもね毎回そう、あの作家さんもね考えてくださって、そうですよ、今回もあると思いますので、うんうん、最後まで聞いていただけたら嬉しいです、はい、ありがとうございますメール、はい、続きましてまたはてネームポメローさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。パーソナリティの皆さんこんばんは、こんばんは、年明けから突如始まったボイスケーププロジェクト、確かにラジオ、ボイスドラマ配信、サイン会、リアルイベントと9ヶ月でたくさんの思い出ができました、うんうん、素敵な楽曲は毎日聴いています、特にセンチメンタルグラビティが好きです、毎週のラジオは本当に活力をもらっていました、きっとかすり傷コーナーで残念な出来事が供養されて嬉しかったです素敵な作品を届けてくださったパーソナリティ、スタッフの皆様本当にありがとうございました、うん、まだ世界の果てじゃない、いやー嬉しいですね、ありがとうございます。センチメンタルグラビティがなんか今流れてきましたね、来ましたねセンチメンタルグラビティまだってね流れてきました、いやでも本当に
なんかこうやって見るとやっぱこの9ヶ月、うんうん、で本当割とそのなんかレコーディングもたくさん本当に曲を出させていただいたの で、うん、そうですね、1枚アルバムができるくらいですもん ね、だから本当に1ヶ月に多い時本当そう、うんうん、4回とか、なんか本当割とコンスタントに曲も取らせていただいてて、うん、でも全部曲がいいですよね。いいのですよ。ぜひ ね、こうやってたくさん聴いていただけたら嬉しいですね。嬉しいですね、うん、9ヶ月経ってるんですね。本当そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。次、タンポポになりたい双葉さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ヨッキー、おすずゆうちゃん、こんばんは。こんばんは。今月で番組終了とのことでとても寂しいです、うん、何も分からず番組が始まり、何も分からずメールを送ったら勇者扱いされ素敵なドラマと楽曲配信が始まり、うん、CD が発売され、サイン会イベントが開催されと思い出がいっぱいなので本当に寂しいです。ラジオボイスケープは毎週の楽しみで癒しでした。番組は終わってもコンテンツは続いていきますよね。ライブも行きたいし、3人のコントみたいな会話をもっと聞きたいので、これからも楽しみにボイスケープを応援し続けます。思い出などがありましたら教えてくださいということで、いや、てかまずそうですよ、で始まり方が謎すぎましたよね。そうですよ、ボイスケープに関しては。そうで、多分最初の、ね、去年末ぐらいの放送でユキと3人で放送して、うん、その時にはまだ何も決まってなくて、まだ発表もされてなかった。あ、結果そうか、収録が年末 で放送が今年1月からで、でそこで解禁されて、皆さんにとってはなんだなんだって感じですよね。なんだだし、私たちも実際、うん、なんだなんだって状態でなんか今年イベントするとかいうところまでも知らないかったし、そうですね、それはなんかこう成長していったと思うんですけど、結果だと思うんですけど、ね、皆さんのおかげで本当に、いや本当に、うん、まさかこうやってねラジオまでやらせていただけるなんて、ね、なかなかやっぱないというか、そのコンテンツだけでこのまネット上で YouTube とかでやらせていただいてて、うんうん、ラジオまでっていうのってなんかね、うん、あんまりないと思うのですごい嬉しいなって思いますね、うん、確かに本当に勇者だでしたよね、本当に勇者だと思う。うん、どんなことかも分からず、とりあえずメールくださいって言ってましたもんね。何ってなるからね。いや、勇者の皆さんもね、本当にありがとうございました。ありがとうございます。行きましょう。はい、そして次、マダハテネームつかっちゃんさんからです。ありがとうございます。ゆうちゃん、あすずゆき、こんばんは。こんばんは。先日の放送でこの番組が終わるという発表を聞きました、うんうん、実はその日ちょうど9月最初の放送だったから、うん、そろそろ改編だけど大丈夫だろうかと危惧していました。まさかその日に他の日は当たり前のように仕事をしている23時30分、うん、月曜だけはこの番組を聞くために逆算して仕事を組み立てるという一日の終わりにして一日の中心になっている番組でした。嬉しいですね。自分が人生で初めて一番組の採用メールの初メールとして、採用していただいた記念の番組だっただけに、そうなんだ、うん、終わりの発表を聞いてそれはもう真っ白になって、その後は仕事になりませんでした。本当に残念で仕方ありません、個人的に大好きなプロ野球がお休みで、それまでつまらなかった月曜日を楽しくさせてくださったこの番組には感謝の念を禁じ得ません。そしてあんなに面白い話を次々に作って笑わせてくださった水島監督にも感謝しかございません。あ、せいじさん、あ皆様本当にありがとうございました。また会える日があると期待しつつ、ではでは、ということです。いやー、すごい、ありがとうございます。すごいお仕事がお忙しいみたいですね。私ね、月曜だけは趣味の野球もなく、ね、そんな中に私たちのラジオを聞いてくださってたみたい。本当に週明け月曜のうつうつとした気持ちを吹き飛ばせてたらいいな。まさに最初に言ったことが、ねね、届いて
私なんかやっぱ普通にラジオってやっぱずっと聞いてたらいろいろあると思う中で、こうやってこの番組を聞くために今日はこういうスケジュールにしようってやってくださるのって本当になんか嬉しいし、本当にありがとうございます。なんかね、やっぱリピートとかもありますけど、やっぱ一番最初に流れる放送はこの月曜の23時30分からっていう、リアルタイムですっていう大切にしてくださってたんだなって とっても嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。お次、クロスインベーダーさん、ありがとうございます。ゆうちゃん、おすずゆき、こんばんは。こんばんは。僕はこの番組で何度かメールを採用してもらったのですが、僕が職質を受けたというメールを読まれた際、ゆうちゃんがなぜかとてもツボっていて、ああ僕はゆうちゃんに笑ってもらうために職質を受けたんだなと世界の真理に気づくことができました。そのお礼にと思い、今更ながらメールを書いています。皆さんは真夜中にラジオを聞いてニヤニヤしながら歩いていると職質を受けるので気をつけてくださいね。それではこれからもかけながら応援していますということで、クロスインベーダーさん結構ねメールも送ってくださってましたけれども、受けないよ夜中にニヤニヤしてても分かんないよ今日帰ったら。まさかの職質バトンタッチされちゃう。いや、嫌なワードだな、職質バトンタッチって。なんかあんまり聞きたくはない言葉だな。いやでもクロスインベーダーさんもいつも送ってくださってますよ ね、 そうですね、本当にもちろん聞いてくれるだけでも嬉しいけど、こうやってメールで ね、 でね、なんか交流というか、まあ、画面通してできるのもすごく嬉しいですね。ありがたいです。職質また受けたらぜひ、はい、あの私でございますので、また、はい、ちょっとまあ何かの機会に送っていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございました。はい、はい、そして次、まだ果てネームがんばりたくないさんからです、うん、ありがとうございます。おさゆゆきゆうちゃん、こんばんは。こんばんは。突然の最終回告知にとても驚きました。サンクールという短い期間でしたが、いつも濃厚な30分間を楽しませてもらいました。個人的にはゆうちゃんが毎回天然ボケをかわす姿が可愛くてめっちゃ笑いました。わかる、かわいい。いや言ってもですからね。いや僕はお味噌汁にはお布団は入れないタイプです。よくぞ。そうですね、でもなんか全人類が2種類いるとしたらこっち側ですよね。こっち側。そう、そうですね、自覚もあります。その自覚も仲良くなりそうって思ってます。いや嬉しいでございます。本当にね、だから収集する人が時々いなくなるというね。うんうん、確かに確かに。でもね、そこうまいことこうね。ね、イベントとかのユッキーはちゃんと、ね、そうそうそう、収集してくる。ユッキーもなんだかんだ優しいからこう乗ってくれちゃうっていう。確かにそうだよね。なんかふわっとしてる。ふわっとしてるよね。人類2個に分けたらこっちなのかもしれない。もしかしたら、だからこっちのラジオなのかもしれない。そうだね。リスナーさんがそっちなのかもしれない。もしかしたら。分かんないですけどね。はい、ということでちょっとまだまだいただいてたんですけれども、はい、目は通させていただきましたので、うん、本当に皆さんたくさんのメールありがとうございました、うん、ありがとうございます。ここまでです。ラジオボイスケープ、続いてのコーナーへ行く前にとある方から動画メッセージが届いてるそうなので見てみましょう。はい、誰だろう。それではどうぞ。ゆうちゃん、おすず、そしてラジオボイスケープをお聞きの皆さん、飯堀みちる役の中島ゆきです。最終回という話を聞きまして、私はなぜ最終回に出れていないんだっていうすごく悲しいんですけれども、お二人がきっと盛り上げてくれているのかな。そしてボイスケープのイベントの感想もお話ししたいなと思っていて、個人的にはこう生でボイスケープの世界観をこう来てくださった皆さんにお届けすることができて本当に楽しかったなというか、こうね、一部二部でちょっとね内容が変わった朗読劇をしたと思うんですけれども、こうなんていうんですかね、みんなが頑張って笑いをこらえている姿を見れるのが本当に
楽しかったですね。本当またしたいっていう気持ちすごくあります。そして今回はラジオが最終回ということで、私はそんなにたくさん行くことはできなかったんですけれども、ゆうちゃんをはじめ、そしておすずもね、ちょこちょこ行ってたみたいで、なんて言うんですか、ゆうちゃんのポワーンとしたこう柔らかい雰囲気がありつつも、こうたまにね出るね鋭いツッコミとか聞いててすごく楽しかったですし、おすずのなんだろうな、すごいなんかしっかりしているイメージがあったんですけど、たまにこの抜けたね天然の部分が出てるところとか、2人の掛け合いですごく見れてとっても楽しかったです。ちょっと最終回でいけないのはすごく悲しいんですけれども、最後の最後までお二人盛り上げてね。バイバーイ。伝わってたね、さっき言ったこれ伝わってましたね伝わってましたね、言わずとも、言わずとも、すごい、はい、お洋服もお召し物可愛いの着てらっしゃいましたけれども、ね、ここにもキラキラの可愛いのつけてらっしゃいましたけども、キラキラがついてて可愛かったユキ、でもよかったユキ、いやそうなんですね、でも確かにそのイベントのねあれとかも、ね、ユッキーの感想も今ちょこっとありましたけども、うん、確かに本当にね、確かに私たちも同じ気持ちというか、うん、ね。リリースイベントとかも含めね、今年はすごいイベント盛りだくさんだったのでね、確かに本当に楽しかったし、うん、3人でいる時の空気感もすごく楽しくて、うんうん、あそれ本当に多い、なんか、うん、正直そのなんだろう、3人での稼働ってやっぱ数えるほどしかまだ今できてない中で、うんうん、なんか空気感ってなかなかないと思ってて、うんうんね、なかなかまだそのぐらいだったらさ、なんか緊張するというかさ、うだけどなんか喋ってると自然と肩の力が抜ける空気感がなんかすごいお二人魅力的だなって思ってて、こちらからもなんですけれども、本当にだからまた ねなんか機会があった際には3人でいろいろ楽しくできたら嬉しいです ね、 いいですね、ゆきありがとう、ありがとうということで、ラストはこちらのコーナーです、うん、日常系クエスチョン、ラジオボイスケープはパーソナリティが変動性だったりもするので、3人でも2人でも1人でもできるような日常系の質問を募集しているコーナーですではではやっていきましょう、はい、お願いします、お願いします、じゃあこれ、ラストなのに、ラストなのに、じゃじゃん、ラジオネームスターブライトケープさんからいただきました、うん、ありがとうございます。あなたにとって好きな茶の種類、茶の種類ベスト3は何ですか、茶の種類、お茶です、多分あほうじ茶とか煎茶とか、ね、多分ベスト3、ベスト3か、お茶でしょ、お茶か、ベスト3、だしってお茶になります、だしないかあ、なんかお茶漬けとかにかける、ね、うん、あおだし、おだしはおだしか、確かにだしはだしだ、だしはだしですよね、お茶お茶ないか時々ほうじ茶とかかけるのありますよ、なんかお茶漬けありますよね、それはほうじ茶じゃない、あほうじ茶、それはお茶をかけてるだけかダメだめ、だしがお茶なわけではない、難しいですね、お茶漬けって近いね、そうですねあでもね、ほうじ茶好きかな、あベスト3だと何位ぐらいになります、うん、2位、おー、逆、3位と1位が気になるけどおすずの2位は何、お2位か、2位はですね、あー、玄米茶かな、玄米茶、あ、でもいいね、玄米茶って香ばしくて美味しいですね、確かに、1位は、うん、あれですね、あ、1位は、あ、草剣美茶草剣美茶あ、それで言ったらなんか体めぐり茶とか好き、あ、待って、体すこやか茶が1位です、あが、え、じゃあ私草剣美茶3位にしていいもらうよ、あ、これででもあれか、別にメーカーさんのとかじゃなくて、まあ普通に例えば茶葉、紅茶とか、あ、紅茶、紅茶が3位です、
なんか紅茶が詐欺ってなんかおしゃれっぽいですね。本当ですか？うん、詐欺紅茶にしようかな。おお、そうですね。すごい、ちょっとこの茶論争は結構続きそうなので、はい、お茶の種類も変動性で、ね、お茶は楽しいですね。はい、もう一つ、はい、続いてのマダハテネーム、おみやさんからです、うん、さっきマダハテネームっていうの忘れた。あー、全然ありがとうございます。最近食べてみて、よし上手に作れたと思った料理は？これはもう作っていることが前提ということでよろしいでしょうか？すごい、よし作れたと思った料理、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 次行きましょうか。次行きましょうかね。これマダハテネームポルナックスさんからいただきました、うん、ありがとうございます。映画を見るとき、うん、先にあらすじや評価を見るか、それとも直接本編を見る派ですか？あー、これ確かに分かれそう。分かれますね。だこれ多分映画好きの方とかって、やっぱそう、映画好きの方のアプリとかも最近結構ある、フィルムワークスとか、それで結構なんか星いくつとか、まあ評価とかを見て、なんかまあ見たいのが5個あったらどれから優先順位見ていくかみたいなのやってる方とかはいるかもしれないんですけど、でも逆にめちゃくちゃ面白そうと思ってたものが、まあ、レビュー見てみたらなんかそうでもかもみたいなんだったら、なんかちょっと直前にレビューした人がさ、なんかあんまその映画刺さらなかった人とかもね、たまたまそう刺さらなかっただと、あれなので、うん、何も考えずに見たいので私は見ないですかね。あー、見ない派。私はね、なんかネットフリックスとかこうアマプラとかでちょっとのあらすじ出る、うんうん、あー、なるほどな、PV とかね。あ、そう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 、 PV までは見ないんだけど、うん、なんか文字のあらすじ、あ、なんか誰々が、3行ぐらい、そうそう、3行ぐらいのやつで、本当はもっとあるんだけど、これ以上もっと見るをしたらなんか長いあらすじが出てくるんだけど、その3行ぐらいまで見て見る。なるほど、いいかもしれないですね。もしかしたら自分にはめちゃくちゃ刺さるかもしれないって考えると、うん、そう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 、ね、うん、ぜひ、はい、じゃあもう一つここに、ね、あるんだ。マダハテネーム、にったんこブーストさんからいただきました、ありがとうございます。白馬に乗った王子様が目の前に現れた時どうしますか？どうしよう。ね、どう、白馬に乗った王子様が目の前に、どうするかな、どうするかな、王子様が目の前に現れた、白馬に乗って、白馬に乗って、うん、とりあえず乗馬させてもらう。白馬に乗れる機会なんてない。確かに、ちょっと降りてもらっていいですか？ちょっとだけ貸してもらっていいですか？乗らせてもらって、乗り方とか、あ、王子様に教えてもらいながら、いいどこの国の王子なんだろうね。いや、もうそりゃ白い白い城がある。絶対に白馬の白にとらわれてる方。うん、白馬に乗った王子様が目の前に現れたら、真面目に考えちゃいけないね。うん、そうだね、だって逃げるとかになっちゃった。現実的すぎる。不審者みたいになる。そう不審者ですから、白馬に乗った王子様がいきなり現れたら、そう、東京ではね、皆さん危険を察知したら逃げてください。はい、はい、気をつけてください。なんだこれ。これで終わりか。ということで、以上、日常系クエスチョンでした。太田のぞみ役の大野優子です。飯森みちる役の中島由紀です。中澤しおり役の鈴城さゆみです。今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んで明日も頑張ってね。ファイト。ラジオボイスケープ。お送りしてきましたラジオボイスケープ、あっという間にお別れのお時間です。早い。
ご紹介できなかった方のメールがたくさんありましたので、お名前だけでも読ませていただきます。お願いします。トンプソンさん、コロシチさん、カッパマキさん、ジュンデシさん、メロンネコさん、スモモさん、ササリザウルスさん、マーシーさん、他たくさんの方からいただきました。本当に本当にたくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、ではここでお知らせです、はい、うん、ボイスケープのファーストアルバム、まだ世界の果てじゃないが発売中です。アルバムには各話主題歌に加えて新曲を2曲追加収録した全8曲入りの音楽 CD、そしてオリジナルボイスドラマ箱に詰めたら終わりじゃないと眠れる夜もあるじゃないの2話を収録したドラマ CD の2枚組となっております。また Spotify や Apple Music と各配信サービスでも配信中ですので、ぜひぜひよろしくお願いします。それから NBC ユニバーサル公式オンラインショップアニバーサルでは各キャラクターごとの限定版も発売中です。こちらの限定版にはですね、各キャラクターのソロバージョンの楽曲を収録した特典 CD やピクチャーボイスドラマの映像データを収録した特典 DVD がついた豪華限定版仕様となっておりますので、ぜひチェックしてください。はい、そしてボイスケープの公式ツイッターもありますのでこちらもぜひフォローしてみてくださいね。はい、またツイッターでこのラジオのことをつぶやいていただく際はハッシュタグラジオボイスケープをつけてツイートしてください。はい、ラジオボイスケープはすべてカタカナです。はい、そしてそして番組からもお知らせです。この番組のリピート放送は明日火曜日の午前11時30分から、また土曜日には NBC ユニバーサルアニメミュージック YouTube チャンネルにてアーカイブも配信されますので、皆さんのライフスタイルに合わせて番組をお楽しみください。はい、ということで、さてラジオは最終回でしたが、ね、いやなんかでも、本当にあっという間で、本当そうですね、なんかコーナーとか普通歌含め、なんかボイス系、ラジオボイス系プらしい感じで、本当そうですね。最終回にしてね、4人で送りもできましたし、なんなら5人でしたからね。そうですね、途中はユッキーもね、最多人数ですね、はい、もう一時期は私一人になった時もありなんかね、どんどんこのラジオ人が減ってくとか言ってたんですけど振り幅が、ね、はい、最後は1から5まで5まであるっていう、はい、そうですね。はい、まだまだね、なんかこの、まあ、今回の放送だったりもアーカイブとかも残していただけるようなので、ね、なんかちょっとやるせないぜみたいな日があったら、そうですね、うつうつとした気持ちを吹き飛ばしたくなったら ね、アーカイブはぜひぜひ嬉しいです、はい、まあ、曲とかね、そうですね、とかも含めて楽しんでいただけたら嬉しいなって思います。はい、ということでこの辺でお別れです、うん、この後は鷲崎たけしの夜ナイト夜ナイトをお楽しみください。それではありがとうございました。出会いがあれば別れがあって、別れがあれば出会いもある。だからまだ世界の果てじゃないよ。